皆さんこんにちは、さえさんもこんにちは。本日は記録的な大豪雨ということで、まだ午前中にもかかわらず夕方みたいな暗さ、そんな中ね、こちらが届きました。これですよ、 SH フィギュアーズ仮面ライダー第5エントリーレースフォームですよ。ついにですよ。基本的にフィギュアーズはどれも楽しみにしてるんですけれども、今回こちらにですね、僕の一押しライダー、推しキャラ、推し俳優さんのフィギュアが含まれていることで、これはね非常に楽しみにしてました。ということで今回こちら楽しみに開けていきたいと思います。いきましょう。これまだ今日までパッケージ見てねえからさ。ほっ、おお、比較的シンプルですね。じゃあ正面に商品写真と、裏面にはですね、いつもの通りラインナップとポージングのことが書いてあります。まあ仮面ライダーギーツっていうのはですね、近年のライダー作品の中でも特に登場ライダーの数が多いんですけれども、それに伴い女性ライダーの数も実は非常に多かったと。通年で登場した仮面ライダーっていうのがナーゴなんですけれども、ゲスト的な扱いでですね、あ、こんなにも出てたんだっていうことで、計4人の女性ライダーが登場したということで、これは結構なかなか多い方ではないかなと思ってます。でこの中の仮面ライダーロポ、狼のライダーがですね、もうこれギーツどころか仮面ライダー通して僕の1、2を争う推しキャラになりましてですね、もう本当にかっこいいので、結構人気あると思うんですよ。僕以外にもファンいっぱいいると思う。夏映画にも登場したくらいだからね。ただそんだけ人気にもかかわらず、あくまでもテレビ本編では4話分ぐらいしか登場しなかったので、商品化には全く恵まれてないと。今回が初のフィギュアーズ化ということでですね、まあこの素体フォームであるエントリーレースフォームのみっていうのが非常に残念なんですけれども、まあでも出してくれてありがとうバンダイということでですね、こちらを楽しみに開けていきたいと思います。こちら本体でございます。あくまでもギーツのメインヒロインはナーゴと言わんばかりにナーゴの状態で入ってますね。そしてシンプルなエントリーレイズフォームということでですね、全体的な装飾とか塗装は控えめなんですけれども、やはり女性らしい体型というかプロポーションはしっかり再現されてます。デフォルトの手首パーツが握り手ではなく開き手なところも女性っぽくていいですね。ナーゴがメインで使用するビートフォームと比較するとこんな感じです。やはりエントリーフォームがいかにシンプルかっていうことが並べてみるとよりわかりますよね。僕がそもそも仮面ライダーギーツにハマったのがですね、そのストーリーというか設定、ゲーム性なんですね。多分仮面ライダー全く知らない人が見てもスッと抵抗なく入っていけそうな導入だった気がします。どういうことかと言いますと、この世界線のライダーっていうのはデザイアグランプリっていうゲームに参加してるんですよ。最後まで勝ち残った人が願いを叶えられるっていうグランプリに参加してまして、それにエントリーした時の最初の素体フォームがこの右側の黒いエントリーフォームなんですよ。そっからベルトにいろんなバックルを装着することで、まあこの左側みたいなね、各ライダーに適したフォームに変身していくんですけれども、そのフォームとか武器っていうのが固有のものではなくて、ライダー間でシェアされたりするものなので、このナーゴもビートフォーム以外にいろんなフォームに変身したりするし、逆に主人公のギーツがこのビートフォームに変身したりもするので、そういったなんか令和っぽさというかゲーム性というものがうまくマッチしてるなと思って非常に好きだったんですね。なのでギーツの基礎というかストーリー設定ともに一番元となっているこのエントリーフォームっていうのは非常に重要なんですけれども、それのフィギュアということで今回結構ゲットできてよかったなっていう感じはありますね。でこのマスクの造形自体はエントリーフォームとビートフォームそれぞれ共通なんですけれども、複眼の色と、それからビートフォームには口元にマイク状のパーツが付加されているところで差別化が図られてまして、あくまでもデザイン元はエントリーフォームなんだけど、色とデザインが追加されることで名実ともに仮面ライダーになってるっていう感じがビートフォームからはして、どっちも好きですね。このシンプルがゆえに分かりやすいスーツアクターさんの体型もフィギュアに反映されている感じがして、割とナーゴは近年の女性ライダーの中でも比較的しっかりめの体型をしているなという感じがするんですけれども、僕が持っているここ最近の女性ライダーと比べても結構分かりやすいかなと思います。特にジャンヌと比べると、多分スーツアクターさん同じ方だと思うんですけど、これはスーツの造形の問題かな。割とジャンヌが細身な感じがするんですけど、ナーゴは結構鍛えられてる感というか体幹強めな感じがしますよね。バルキリーが確か男性アクターということなんですけれども、これはスーツの感じかはたまた塗装の関係かちょっと分かりづらいですね。まあ、横から見ると少しは分かりやすいかなっていう感じがします。さあいよいよパーツを付け替えて仮面ライダーロポエントリーフォームを完成させたいと思います。意外や意外、ニッパーと使わなくてもめちゃくちゃ綺麗に外れました。ロポですよ、ポヌキさんですよ。どう見てももちろんね、このフィギュアの本体素体部分はナーゴと共通なのでスタイルに変化はないんですけど、不思議なことにこのヘッドパーツを付け替えるだけで、ものの見事にあの背が高い仮面ライダーロポのイメージに変身します。ナーゴとロポはですね、まあ、演じてらっしゃる中の人は結構身長差があるんですよ。ナーゴのエントリーフォームとして発売されたフィギュアにロポの頭くっつけたからってなるかいって思ったんですけど、なりました。
やっぱりロポかっこいいですよね。狼ライダーっていうのは僕大好きなんですよ。仮面ライダーファイズしかり、ゼロワンのバルカンしかり。で、しかもバルカンとは狼モチーフでカラーリングも共通してるんでめちゃくちゃ好きなんですけど。でもロポちゃんはですね、女性ライダーということで、なんかそのギャップが好きで。特に好きなのが、どの狼キャラクターにもワンポイントね、アクセントで可愛いところがあるんですけど、ファイズだったらウルフ・オルフェナクの尻尾とか、ロポちゃんに関してはこの鼻先のワンポイントがめちゃくちゃ可愛くて、そういった頭部周りの造形、塗装ともにめちゃくちゃしっかり再現されてますし、複眼の網網の感じも非常によくできてます。でも素材自体はナーゴと共通の黒一色でシンプルなエントリーフォームですし、ただこの ID コア、ベルトのコア部分もですね、しっかりと模様が再現されてます。いや、これはね、いいですよ。さあ、そしてすでに持っていた総動の仮面ライダーロポと比較するとこんな感じですね。まあ、やはりというべきか値段からして違いますので、フィギュアーツの方が圧倒的ですね。サイズとしてもだいたい倍ぐらい大きくなってますので、その分クオリティは段違いでございます。まあ、総動がですね、そもそも男女関係なく仮面ライダー全員共通の素体ということもありましたので、女性ライダーらしさ、仮面ライダーロポらしさを出すとしたら、立ち姿というか角度で差別化を図るしかなかったところ、今回はもう純粋に女性素体のフィギュアーツということですので、もうプロポーションからして違いますし、あとは頭部の色味、総動単体しか持ってなかった時はですね、すごくよくできてると思ったんですけれども、こうして並べてみますと明るすぎるなっていう感じがしますね。フィギュアーツくらいの淡い色合いの方が劇中のマスクに近い感じがします。まあ、あとは値段的な都合もあると思うんですけれども、シールで再現されている顔周りなんかはフィギュアーツはしっかりと塗装と造形で再現されてますので、まあ比べるまでもなくフィギュアーツの圧勝かなという感じがします。ただね、総動は総動で手頃な値段と、それからいろいろ組み合わせて遊べる楽しさなんかもありますから、それぞれ一長一短という感じですね。可動域も総動とは段違いでございまして、まず首上はここまで、下はここまで、上下の角度だいぶ広めですね。それから腕回り腰回りにも干渉するパーツがありませんので、自在に動かすことができます。胴体3分割ですね。上体反らしはここまで、前屈はこんな感じ。腰から動かすことができる分、前屈の方が自由効きますね。3分割ですので、胸元から反らせば女性らしい曲線を出すこともできます。足回りの開脚も十分ですね。これ今回嬉しいのがですね、装飾パーツがないので、塗装剥げや傷を心配する必要がないところですね。ロポはあんまり女性らしさをアピールするキャラクターではないので、そんなポージングは取らないんですけれども、まあ女性共通素体ということで、こうして少しね、腰回りに角度をつければ女性らしいポージングも十分取らせることができます。ただ残念なのがですね、この腕周りの可動なんですよ。こちらの総動ではですね、腕の可動域の都合上、こうロポちゃんの変身ポーズ、腕を組んで伸ばす準備運動のようなポージングが取らせることができなかったんですよ。フィギュアーツの可動域は可動フィギュアの中ではトップだと思っていたので、十分再現できると信じてたんですけど、試してみたところ、外側の可動には強いんですけど、内側に折り込むことができないので、腕を組ませることができないんですね。ここでも仮面ライダーロポの変身ポーズの再現はできないということで、そこだけが残念でした。ただ腕を組み終わった後の変身直前の腰を落としたポーズですとか、手首差し替えでファイティングポーズを取らせれば十分雰囲気は出せますので、満足はできます。他にも支柱パーツなんかを取り付けてですね、自立させることによって仮面ライダーロポ特有の走るポージングとかね、陸上選手ならではのポージングも取らせることができると思いますので、変身ポーズが再現できない以外の難点はないと思います。はい、というわけで以上がですね、 SH フィギュアーツ仮面ライダーロポ、あ、違った、仮面ライダーナーゴエントリーフォームでございました。いや、仮面ライダーロポね、テレビ本編で4話で退場してしまったのが非常に惜しいくらい人気なキャラクターですし、メインヒロインのナーゴことネオンちゃんの唯一と言ってもいいくらいベストパートナー的な立ち位置のキャラクターでしたので、このフィギュアはぜひとも手元に置いておきたいっていう方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。かくいう私もその一人でですね、もうこの仮面ライダーロポ、これまで見てきた全てのライダー作品の中で 1,2 を争うくらいの推しキャラになりましてですね、推しのフィギュア初めての感覚でございます。なんかこれまで僕が好きになってきたキャラクターっていうのは、その作品から入ってあくまでもキャラ単体として好きなので、グッズを手にした時に演者さんまで連想することってなかなかなかったんですね。ただ今回のロポに関しましては、尾貫さん現在舞台を中心に活躍されてますから、ロポも含め様々な役柄を演じてる尾貫里奈さんご本人を応援してるわけですよ。なのでこのフィギュアが手元に来た時に、あ、尾貫さんってなっちゃいました。逆に最近はロポ以外の役柄を演じてる尾貫さんとか、月一インスタライブでご本人の性格が出てるところとかを主に見ているので、ロポとしての尾貫さんがまた今後復活したとしたら、初めてロポを知った1年前当時とはまた違った視点になっちゃうかもしれない。あの時はサエさんから入ったので、サエさん本人にしか見えてなかったんだけど、今はもう尾貫里奈さんご本人を通した上でロポなので、もう知ってる女優さんが推しキャラを演じてるっていう、なんだろう、コスプレともモノマネとも違うんだけど、なんかサエ
彼さん本人に見えてた当初とは違った見え方になるんじゃないかなっていう不思議な感じがします。いや、今僕の中で尾貫さんめちゃくちゃ熱いからね。つい先日も初の主演舞台のココツレが終わったばっかりですから、これね、このフィギュア手元に届くのがもう3日早ければ、こうして胸ポケットにさりげなく差し込んで感激とかしたんですけど、なのでですね、もし今後尾貫さんに会いに行ける舞台とかイベントがあった時にはですね、このフィギュアをさりげなくポケットにスッと差し込んで見に行こうかなと思ってます。で、これ嬉しいのがですね、このフィギュア本体自体はマットな質感の黒一色ですので、他のフィギュアのように塗装ハゲとか傷をそこまで神経質に気にしすぎなくてもいい素材感なのが、また外に持ち出しやすい感じがして嬉しいところですね。なので今後も仮面ライダーロポ尾貫里奈さん応援していきたいと思います。というわけでですね、また次回のロポでお会いしましょう。バイバイ。